ありがとうございます。ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトでございます。えー、ちょっと前のね、この超能力講座の中でね、う <laughs> んと、仏様もね、キースとも、えー、と、両方ともね、あの、自分の偶像は作ってはいけないと言ったんだけどね、その後のね、えー、あの、まあ、支持者というかね、信徒というかね、えー、が、あの、不況のためにね、やっぱりどうしても偶像、 を使わないとね、教えが伝わらなかった、伝わらなかったという話をしまして、えー、どっちかっていうと、その、偶像、ね、えー、と仏像とかねキリスト像とか、そういうことに対して、えー、どっちかっていうと否定的な感じの物言いをしたんですけどね、ふと、ちょっと待てよと思ったんです <laughs>、ね。ちょっと待てよと思ったんですね。えー、もしそのね、えっ、ー、と、 その偶像とか仏像とかキリスト像とかマリア像とかがなかったらそのねキリストの教えとかブッダの教えがね今の世まで伝わっていなかったということを考えるとやっぱりもしかしたらね仏像キリスト像偶像ってやっぱり大事なんじゃないのとふと思ったんですよ。ねでえっ、ー、とまあいろいろねこう、えー、特にあのブッダのね えー、言った言葉とかが、あの仏、仏、えー、お経になって残ってますけどもね。それを読んで、えー、と、読むときにはね、やっぱり文字で書いてありますから。まあ文字で残ってますからね。仏、えー、ブッダの言葉みたいな感じでね。文字で読みますからね。えー、どうしてやっぱり頭で、頭で理解するんですね。頭で。この、この脳みそで。ね。えー、ところがね、えー、と、言葉の意味はわかるんだけど、 言葉の意味はわかるんだけどもそれをねなんかつ,つかみ取るっていうかな、えー、その本質をねぐっと抱きしめるっていうかな、うん、そうするためにはね今一つ足りないなと <laughs> 本当であれば、ね、あのキリストさんとかね、えー、ブッダさんが今のように生きていらっしゃってね、えー、そのじにねじに生身の体としてのブッダ キリストに触れることができればね、もしかしたらその、えー、その、えー、教えを掴み取る、抱きしめることができるのかもしれないんだけども、文字だけじゃね、なかなかね、うん、本質につかめない。うん、そこがね、なかなかね、あのー、キリストもブッダも、こう、悩ましい、自分の教えをどう伝えようかっていうことで悩んだところなのかなと思ってるんです。で、歴代のね、歴代の、こう、仏教、 今日のこうね、えー、悟った人たちもそうなんじゃないかなとね。悟った人って言ったらブッダだけじゃないんですよね、えー、日本でもね、えー、道元禅師とかね。色々ね、えー、悟った人はいらっしゃいます。で、その方々もね。自分が悟ったね。経験体験っていうのをね。人に教えようとしてるはずなんです。で、道元なんてね。もう,もうたくさんの文章を書いてるんですよ。 えー、なんとかこの教えをね分かってほしいっていうことで文章を書いてるんだろうけどもまあ私の目から見るとね道元の文章はねもう難しくて分からない分からないです本当に、えー、そうした時にねのこの絵に出ている声ね白隠禅師江戸中期のね臨済宗の、ね、おしょうさんお嬢様お嬢様です白隠禅師ご存知ですかね ねえー、白隠禅師のはあの何かなこの丹田のところに、えー、気を集中す,するんだということで言ってらっしゃるんですよ。ねえー、そこで、えー、私がそのね「たつんだ情」とかね「えー、超能力」とかねいうことで、えー、まで行ったんですけども一般的に言ってですね白隠禅師といえば白隠禅師といえばこの絵なんですよ。この目玉がギョロとしたね 睨みつけるような、やぶ睨みのようなこの絵。この絵がね、白隠禅師とし白衣と言ったらこの絵なんですよ。ね、もしかしたらね、あのー、白隠禅師がこんな絵を描いてなかったら、えー、もうすでに忘れさられているのかもしれません。やっぱり、ね、白隠禅師といえばこの絵、絵なんですよ。絵なんです。絵。うん。なんですよ。だからね、あのー、偶像。 偶像とか、ね、絵画絵っていうのもねもしかしたらこうね、えー、自分の教えを,伝え教えを自分の教えっていうかな感じたものを伝えるのには意外と適しているのかもしれないなとちょっとふと思いました、うん、やっぱりあの,あの、うん、こういうのもちょっと書いてありますけどもこのなんてまあ宗教的なっていうかな心のっていうかな、えー、心理というかそれは 理屈じゃないんですよ。理屈じゃない。えー、ね、理屈じゃない。ね、感じ取るもんなんです。ね、実際ってね、えー、っと、まあ、立つんだ錠をお,おすすめしててね、えー、10分間、ただひたすら立つ。ね、まあ、立つんだ錠じゃなくても座禅。ひたすら座禅する。ということはね、 えー、なんかな、ブッダが掴んだ、ね、道元が掴んだ、ね、白隠禅師が掴んだ、えー、真理をね、感じ取るために座禅をしたり、立つんだ情をしたり、ね、もしかしたら滝に打たれたり、念仏を唱えたりするんだろうと思うんですよ。ね、理屈っていうのは文章なんです。文章はね、全部理屈なんですよ。<laughs> だからね、文章をいくら読んで理解してもね、 うーん,なんかな、えー、その文章を読んで理解してそれと同時にね、うん、座禅をしたり、ねえー、もしかしたら滝に歌たえたり、ね、もしかしたら念仏を言ったり、ね、アミリンの超能力講座,講座で言えば立つんだ情をしたりということでやっぱり感じ取る必要があるんじゃないかなと。 そのためにはやっぱりね、こういう,う白隠禅寺がね、残したこの絵、この絵を見てね、何を感じるかと。この絵ね、白隠禅寺、この有名な絵は、えーまあ、白隠禅寺がね、このギョロッとした目を通してね、お前本当に真理が分かっているかということでね、睨みを聞かしてるんですよ。ね、本当にお前分かったつもりでおっとるけども、本当に君は分かっているのかということでね、なんか睨んでいるんですよ。 あもうちょっと勉強が足りないみたいですすいませんちょっともう一回学び、ま、直しますみたいな感じですよでこれもねうん大事かなと思いますでそう,うそういうふうに思ってたらですね最近あの私がね始めているお絵描きお絵描きねもうむっちゃくちゃ下手くそもう話にならないほど下手くその絵なんですけどもね毎日何なりと書いていればねまあそれらしく絵,絵に近いような形にはなってくるんですよで 書いててね、思ったんですよ。あのー、私はあのー、デッサン力とかね、えー、人間の立ち姿とか顔とかをね、描く力はないんですけども、とにかくね、えー、色鉛筆を走らせてね、とにかく色を塗ったにこう線を引いたりいしてるとね、なんかね、えっ、ー、とー、なんか表現できているような気がするんですよひょ。気がする。自分なりにね、それが伝わっているかどうか、うまくできているかどうかはわかりませんけども、えっ、ー、とね、なんかこう、 それこそあのもしかしたら自分が心の中で、えー、これがあ真理じゃないかなと思っているところをね絵に絵でもって表現、えー、できてできてるとは言えませんけどもしようとしてるんだろうなと思ってるんですよ。とそれそういう目でね自分が描いた絵を見るとねうんこれはあのなんかえっ、ー、とち「知恵の飴」っていう,う題をつけたんですけどもねこの飴がね知恵。 ですよとねこの傘が反対になっているのでその知恵の飴を受け止めてねそれでこう生命のエネルギーを燃やすぞみたいな感じにも取れます。でこれ昨日書いたのが「青空製造機を入手した」みたいな感じなんですけどねこの,えこ,のこれもねうんと「力伸びているね管を通してねなんかえ私たちがね思い描く青空。 をね、うんとね作る機会がねえええ得ることができたぞみたいなそれはね人の手を人の手をとかね人の血肉、ね、肉体を通してね青空が出てくるんだよみたいな感じでね、まあ、まあ解釈 <laughs> 解釈しだいなんですけどね解釈すればそうなんですよだからねあ俺の絵もまあできの不できね上手下手ね、えー、レベルの差はありますけどもあもしかしたら 自分の心の内をね、表現するのには、いいのかもしれないなと思っているんです、ね。もちろんこの動画も、自分、私のこの顔の表情とかね、声の調子でもって、えっ、ー、とね、うんな、なんか、なん、なんないと、なんなりと伝えることができている分があるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからね、文字データじゃない、理屈じゃないところでね、えー、この、 アミリンのね、超能力講座で、か、皆さんが何かでも感じ取ることができたらね、もう本当に妨害の私は、ね、えー、嬉しさでございます。ということで、よかったらチャンネル登録をお願いします。したら皆さん、今日も Have a good day! バイバイ